俗流熱、俗流熱、俗流熱はイングランドと後にヨーロッパ各地を襲った重篤な疾患。1485年に登場し、1551年以降現れていない。急激に発症し、数時間のうちに死に至る場合もあった。現在でも原因は不明である。俗流熱は最初にヘンリー7世の治世の始まりに最初の流行が発生した。 これはヘンリーがミルフォードヘイブンに上陸した1485年8月7日の数日後であると知られている。これは8月22日のボズワースの戦いより前だという明確な証拠がある。ヘンリーが8月28日にロンドンに到着するとこの病気は首都で大流行した。その年の10月の終わりの時点で数千人が死亡した。 この病気での死者の中には二人のロンドン市長、六人の行政長官、三人の州長官がいた。このひどい病気はすぐに俗流熱として知られるようになった。これはその名前を与えた特別な兆候によってだけでなく非常に急速で命に関わる病気であることからも、それは以前知られている伝染病や悪液性の病気や たののの流行病ととは全く別のものだと考えられてい1485年から2回目の大発生の1507年まで発症の報告はない。この時は1度目の大発生よりはましであった。1517年に3度目の大発生が生じた。オックスフォードとケンブリッジは他の町よりはましであった。他の町では約半数の人口が死亡した。 この流行は大陸のカレーやアントウェルペンにも広まったという記録があるが、これらの例外を除いてイングランドから広がりはしなかった。1528年4回目の大発生が生じ、この時はよりひどかった。最初に5月の終わりにロンドンで確認できた後、イングランド北部、スコットランド、アイルランドを除くイングランド全体に急速に広がった。 ロンドンでの死者は膨大であった。宮廷はひどい状態となり、ヘンリー・パッセイはロンドンから逃げ出し、頻繁に居場所を変えた。アンブーリンはこの病気にかかって生存したと信じられている。この病気での最も特筆すべき事実は、ヨーロッパ全体で突然に大発生したことである。半武力で突然発生し、急速に広がり、1000人以上の死者を数週間で出した。 このように猛烈な続流熱は東ヨーロッパで猛烈な死亡率で破壊的な被害を与えていった。この病気はこれらと同様に大きく広がり、12月にはスイスに、その後北に向かってデンマーク、スウェーデン、ノルウェー、そして東に向かってリトアニア、ポーランド、ロシアへと広がった。この病気はフランスとイタリアには広まらなかった。ベルギーとオランダでは、 9月28日の朝にアントウェルペンとアムステルダムの両方の都市で認可され、おそらくイングランドから直接来たものだと考えられる。感染した場所ではどこも、それは短時間の流行で、通常2週間より長引くことはなかった。この病気は次の年まで持ち越したスイスの東部を除いて、その年の終わりには完全に消滅した。この後、 ヨーロッパ本土では現れなかった。アルスターの記録にあるように、新たにアイルランドにやってきたスレーン、スレインの男爵ジェームス・フレミングがにより死亡したと記録れるまで、続流熱は1492年にはアイルランドには到達していなかった。この後の記録ではこの命日が記録されており、フォーマスターズの記録では24時間のミーズの変わった。 伝染病とその期間に生き残った人間が回したことが記録されている。これは幼児や子供には感染しなかったが、フリーマンはこの後の記録の脚中で、この病気は俗流熱でなく、回帰熱カチフスであると書かれている。最後の大発生は1551年のイングランドである。著名内者であるジョン・カイウスは、この時病気の目撃報告を書いた。 その署名が、俗流熱と呼ばれる病気に対する対処法、である。カイウスや他の人間によって記載されていた症状は、以下の通りである。病気は、突然の体の不調から始まる。しばしば非常に、ひどい寒気による震え、めまい、頭痛と、非常な疲労感とともに、首、肩、四肢の激痛が続く。寒気の後、これは30分から3時間続く。 発熱と発汗が生じる。特徴である発汗は明確な前兆なく突然発生する。発汗もしくは水分の排出の後、熱い感じ、頭痛、精神の錯乱、脈拍の上昇、異様な喉の渇きを訴える。動機と心臓の痛みはよく見かける症状の一つである。皮膚の発疹はカイウスを含む人間によっては記録されていない。最終的には、 もし患者が耐えることができなければ、致命的と考えられるほどの消耗と虚弱状態で意識不明となる。一部の人々は死亡する前の短い病気の期間、免疫を作り出すことはなかった。この病気は1578年のイングランドでの発生の後二度と発生していない。しかし、ピカルティネツという類似した病気が1718年と1861年の フランスで観測されている。しかし、これは致命的ではなく、最初の発生時には特徴に記載されていない発信を伴っていた。バラ戦争の末期に起きた最初の流行は、ヘンリー7世がフランスから連れてきた傭兵によりもたらされたとされている。この病気が当時の他の病気と比較して、貧困層よりも富裕層に対して猛威を振るったという点は、 注目に値する。怪帰熱も可能性のある原因の一つとして挙げられている。怪帰熱は白身やダニによって媒介され、ほとんどの場合、俗流熱が発生したのと同じ夏の時期に発生する。怪帰熱は噛まれた場所が黒いかさぶたとなり、その後発疹となる特徴があるが、この時代の人々は、そのような病変にあまり注意していなかった。そのため、 原因が怪奇熱であったかどうかは定かではない。最近ではハンタウイルス説が提案されている。しかし、ハンタウイルス感染症の臨床的な特徴は、俗流熱と一致するものではない。ハンタウイルスは、人から人への感染が非常に稀だが、俗流熱は、これが主な感染経路であると考えられている。一方で、ハンタウイルス心肺症候群は、 続流熱の症状とよく似ている。様々な疑問が残されており、原因に関しては、定説がない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。